川田隆平君。はい、立憲民主党の川田隆平です。え、今日はあの感染症法の質疑させていただきますが、あの通告後にですね、あの承認された、まあ緊急承認が決まりました、え、塩野義製薬の新型コロナウイルス治療薬の続行場について、え、この合同会議がさ、一昨,昨日行われまして、え、この合同会議は7月20日にも行われております。で、そこの審議においては、え、この第二相試験において、まあ主要評価項目である12の評。 臨床症状の改善については、プラセボ群と比較して有意差を示せなかったことから、緊急承認の要件である有効性の推定をするには不十分とされ、緊急承認には至りませんでした。ところが、その後、塩野義製薬が、まあ、臨床試験の主要評価項目を12症状ではなく、5、まあ、症状に減,、まあ、減らしてです、ね、行った結果の速報において、プラセボ群と比較して有意差が得られたとして、改めてこの緊急承認を求められていきました。しかしかその過程において この後付けの多重解析を追認することの問題点について、この PMDA の藤原理事長も、これ、痛烈に批判をしていましたし、これ、7月の合同会議においては、この優位さを主張して批判された5症状と類似した5症状を新たにこの主要評価項目にしたということになっていて、このこれが後からですね、この多重解析と批判された後にですに、ね、治験の途中に統計的優位さが得られそうなものに主要項目を 変更することによって有効性を表明するという、まあ、臨床試験におけるまあ禁じ手ともいえるようなものを使えることによって、さらにこの禁じ手をです、ね、使用することに、日米の規制当局が協力したということになりますが、このようなことがなぜ許されるのかと、でまた臨床的に意味のある優位さなのか、まあ、疑問でもありますし、まあ、緊急承認制度を適用するということについても、これ、緊急性がないとも言われております。代替性に関する要件も満たしておりません こういったことを緊急承認制度としてやるということが、本当に意味のあることなのかと、通常承認の手続きで審議すべきではなかったのかと思われます。この緊急承認制度については、さっきのこの国会において、さまざまな議題が議論されて、課題が議論されて、衆参両院において、不当な適用の拡大がされないようにする観点からの付帯決議も行われています。ところが、今回のこの塩野義の本罪については、 この当初はこの本来、臨床試験の実施が困難な気象疾患のための例外的制度である条件付き早期承認制度の適用を求めて申請した後に、この緊急承認制度の申請に切り替え、さらに治験の途中での12症状の先ほども言いましたように改善という主要項目達成ができないということになって、後付け解析と批判された5症状の類似した別の5症状に主要項目を変更したと。そのの間にに一連経過においては 閣僚経験者に対するプロモーションコードに違反したトップセールス、行われたこと、これ、疑われる事態もありますし、塩野義の一連の対応は、この臨床試験。 役事承認の大原則に背く行為であるとともに、条件付き早期承認制度や緊急承認制度といった例外的な承認制度の本来の趣旨を逸脱したものです、また緊急性の要件が乏しいことが想定されるのに、この承認前の7月19日から、本在の承認後のこの100万人分の購入契約を締結した政府の対応、これも問題であるとされておりますが、いかがです矢上医薬生活衛生局長。 塩野義製薬の続コー上についてのお尋ねでございました。まず、塩野義製薬の続コー上につきましては、一昨日、11月22日でございますが、薬事食品衛生審議会におきまして、緊急承認をして差し支えないという判断をされたことを受けまして、同日、新型コロナに対する経口薬として緊急承認をしたところでございます。であの今ご指摘ございままししたようにに緊急承認におききては有効性が推定できる とということが承認の要件となります本年7月の審議会では、第2層の探索的臨床試験の成績に基づく評価の結果、ウイルス量の減少効果は認められたものの、臨床症状の改善、12症状の改善が明確に示されず、有効性が推定されるとは判断できなかったということで、継続審議をされてございます。 一昨日の審議会でございますが、新たに提出をされました第3相試験に基づく評価の結果、主要評価項目とされた喉の痛みですとか、咳とか発熱といったご症状の回復までの時間の短縮が認められたと。 いうことで有効性が推定可能というふうに判断をいた判断をされたものでございます。またあの現下の感染状況を踏まえつつ、本在の使用対象者はこれまで承認をされている傾向薬と異なりまして重症化リスク因子を有しない患者を投与対象とする治療薬。 とということで、まあ、新たな治療選択肢の一つとして、新型コロナ対策に寄与することが期待をされると、加えて、本在は国内企業が製造・販売をする医薬品であり、安定供給の観点からも、今回の承認には大きな意味があるというものと考えてございます。 川田理恵君一昨日の議会,、まあ、会議でもで、ね、議論が深まらなかったという記事も今日のア日新聞に出てますけれども、この代替手段があるということについての、まあ、この必要性についての議論も十分されなかった、それから承認する場合としない場合の利益、不利益の検討もされなかった、まあ、今、本当に緊急時か、緊急時に期待される有効性とは何か。 類似薬の状況はどうか、一つ一つ検証が必要だが、どの点も議論が尽くされていないという意見もございます。でこのゾコーバについては、動物実験で胎児の危険が生じるリスクが確認されていて、まあ、妊婦や妊娠している可能性のある女性は服用できない、また薬が持つ特徴のために、まあ、一緒に飲むことができない強い副作用を招く恐れがあるとして、併、ま、用、あ、近畿のこの薬も、高血圧や、高血 高血圧薬など36種類に上っています15日にこれ、あったこの都道府県の担当者向けの説明会で、厚生労働省が続コ場の供給手順などを説明したことが明らかになって、承認が前提のような進め方で審議会を軽視しているという委員会の批判も出てますけれども、厚労省はこれ、疑問を持たせることになったことについても、いかが考えてますか。佐原健康局長 はい、あのご指摘のように、あのえー、承認の前にあの都道府県に対しましてはあの、説明会を実施しておりますけれども、これはあくまであの承認をした場合の対応ということで、えー、一定の過程を終えた上であで、説明をさせていただいたものでございます。 川田君この承認前に買うことを決めてるね、この時点でおかしいと思いますし、やっぱり本当にこういった今の政府のやり方、薬事行政として、この承認するね機関として、本当に問題ですよ、本当にこう日本でこの承認した薬っていうのが、本当に世界で使われなくなってしまうかもしれません、本当にそれぐらいこの承認制度についての危機があるということを、やっぱり認識して、やっぱりお使われた方がいいと思います。次次に質質問問しますここの次の質問はあのは ワクチン接種歴について、すね、ハーシスでこの4回目までしか入力できない仕様となっていると、でこれ、すでに5回目接種が行われていますけれども、この都道府県などに対する事務連絡において、この5回目接種が行われているけれども、この接種回数を不明とするように求めているということなんですが、これ、いったいどういうことでしょうか。か佐原健康局長 お答えいたしますハーシスにおける発生届の入力画面におきまして、ワクチン接種歴として今、入力していただいておりますのは、まずこれまでのワクチンの接種回数、それから直近のワクチンの接種年月日、その際のワクチンの種別を入力することとされております。このうちワクチンの接種回数については、0, から0回から4回不明の入力項目となっております。 5回目以降の入力を可能とする回収を急ぎたいと考えておりますけれども、回収までに一定の時間を要することから、11月18日の事務連絡におきまして、回収までの間の取り扱いとして、まず5回接種した方については、ワクチン接種回数の入力欄を不明とした上で、5回目の接種日や回収接種ワクチンの情報を入力するとともに、 医師の任意記載欄にワクチン5回と入力することを示しをしたものでございます。今後、これはのワクハーシスの回収を行いまして、発生届の対象となる方のワクチン接種力の正確な把握を続けてまいりたいと考えております川田隆平君、もともと5回目以降、打つ計画になかったと、まあ、本当にこの内閣の信頼もそうですけれども、厚労省の信頼、本当に失墜していると思います。 厚生労働省の新型コロナワクチン Q&A では、接種は強制ではなく、最終的にあくまでもご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになりますと、明確にこの新型コロナワクチンの接種は強制でないことを明らかにしています。 で我が国における新型コロナウイルス感染の流行初期には、感染者の方に対する差別や医療機関者、医療機関の関係者、エッセンシャルワーカーの方々に対する差別や偏見が大きく問題となりました。それが今では新型コロナワクチンの接種の有無をめぐって、差別や偏見、ハラスメントが生んでいますで。ワクチンを接種していないならば、仕事を辞めてもらう、未接種を理由にこれまでの業務から強引な配置転換を行うといった重大な差別、ハラスメントは、今なお大変大きな問題です。 で私たちがこの令和2年の臨時会において成立した予防接種法等の改正案の採決にあたり、衆参両院の厚生労働委員会で、政府においては、ワクチンの接種をしていない者に対する差別、いじめ、職場や学校などにおけるフィレクトク扱いなどは決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど、必要な対応を行うことという内容を含んだ不対決議を全会一致で行いました。 このような差別は絶対に許されないという、私たちの国会議員の強い意志は十分にその後の政策に生かされているんでしょうか、そこで伺います。政府としてはこれまでワクチン接種に関連する差別や偏見を生まないために、どのような取り組みを行ってきたのでしょうか、私、ま、は十分な内容であり、効果を上げているとお考えなのでしょうか、また新たな差別偏見などを生まないためにも、さらなる広報等による収支徹底が必要ではないかと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。加藤厚労大臣 今、委員からお指摘ありましたように、新型コロナワクチンの接種については、その有効性、安全性に関する情報を分かりやすく発信した上で、その情報を踏まえて、そうした情報を踏まえて、国民の皆さんが自らの判断で接種していただくものであります。ワクチンの接種を受けていないことを理由とした解雇等の不利益取扱いはあってはならないと考えております。こうした職場や周りの方などへの接種の強制、 接種を受けいないことを理由とした差別的な取扱いが行われることがないよう、厚労省のホームページ、Q&A、A、リーフレット等、さまざまな媒体を通じて周知を図ってきているところであります。また、ワクチン接種を原因とした職場における不利益取扱いに関する労働相談窓口を設置をしており、人権相談に関する窓口のご案内もさせていただいております。厚労省として引き続き続接種の有無による不利益扱い 不利益取り扱いが生じないよう周知、必要な周知をしっかり図っていきたいと考えております。川田隆平君。はい、これあの観光庁にも今日来ていただきますけれども、旅行支援におけるこのワクチンを接種したかしてないかによって差別的な取り扱いのことについて、これについてどういうふうに考えてますか。観光庁中村観光地域振興部長え。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針におきましては。 旅行等の活動に際し、ワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する民間事業者等の取り組みを推奨することとされております。これを受けまして、全国旅行支援におきましても、この基本的対処方針を踏まえて、ワクチン接種者に限らず、接種し,接種していない方であっても、陰性の検査結果により、全国旅行支援をご利用いただけることとしております。 観光庁といたしましては国民の、国民の皆様には引き続き基本的な感染対策を徹底していただきながら、ワクチン接種の有無にかかわらず、全国旅行支援をご利用いただきたいと考えております川田隆平君。このワクチン接種の有無をもってですねやっっぱこういった可能 割引が受けられる受けけらられれるるないといいいいとととととったたこころもも窓口で起きててう聞おおりりまますで先ほども申しし上げましたりワクチン接種は強制できるものではなく、あくまでも個々人の判断に委ねられています、それでも自らの勤務先からです、ね、このワクチン接種を受けないならばやめてもらうとか、今の仕事から別の仕事に移ってもらう、待機を命じられるといった差別的な問わが行われている可能性があれば、ワクチン接種に疑問を感じていても、自らの生活のために、家族の生活のためにワクチンを接種せざるを得ないという状況も生じています。でこうした職場でのワクチン く受けないことによる差別的な取り扱い、嫌がらせ、ハラスメントについて、まあ、この各都道府県の労働局においても相談窓口を設けて、相談などの対応を行っているものと承知していますが、これまでワクチン接種に関わる差別的取り扱いなどに関連した都道府県労働局への相談件数、厚生労働省を把握していますでしょうか、そのうち実際に不利益取り扱いを行っている企業に対して、指導などを行った時例どのくらいのかを説明ください。 お答え申し上げます新型コロナワクチンを接種していないことを理由とする職場でのいじめ、嫌がらせや解雇等の不利益の取り扱いに関するご相談につきましては、個別の労働紛争の窓口として、労働局等に設けております、総合労働相談コーナーで対応しております。 委員お尋ねの新型コロナ接種ワクチンをめぐるこのコーナーでの相談状況でございますが、集計を開始いたしました令和3年3月23日から本年11月18日までの間に寄せられました件数は、 総合労働相談が663件、うち労働局長による助言、指導の実施に至ったものが23件、また紛争調整委員会による圧戦に至ったものが5件となっております。ご指摘のご相談内容でございますが、先ほどもご指摘ございました、最も多いのが接種していないことを理由とするいじめ嫌がらせ、ついで退職勧奨、ついで解雇の順となっております。 ワクチンを接種していないことを理由とする労働相談の件数は、令和3年の8月から9月をピークとして、足元では相当減少している状況にはございますが、今後とも大臣からございましたように、分かりやすい Q&A の周知広報等により、紛争の未然防止に努めますとともに、個々のご相談に丁寧かつ的確に対応してまいりたい、このように考えております。以上です川田隆平君ワワククチチンンの対応ににについいいてて伺いまま苦しまれている方が身近な医療機関にこの 本当にに専門的な医療機関につなげることがで、きるのかとということですこで先日の参考人質疑においても、長尾参考人から、ワクチン後遺症に苦しまれている方の事例についてのご紹介がありました。また、コロナ後遺症の受け皿はあっても、ワクチン後遺症の受け皿はなく、様々な医療機関を受診せざるを得ない、難民化しているというの指摘もありました。接種後に体調を崩し、これまでどりの生活ができなくなってしまった。そしてこの状況はいつまで続くのか。 元の状態も戻てるのか不安で仕方がない方々が、せっかく医療機関を受診しても、特段数値に異常はないからこれ以上は見られない、まあ、精神的な問題ではないかなと言われてしまっては、さらに不安、そして絶望感を募らせてしまいます、まあ、自殺を起訴した方もいらっしゃいました、その境地はさすにあまりあるものですで。こうしたワクチン交渉に苦しまれる方々を、これまでワクチン接種を強力に推進してきた国としてもしっかりと救う必要があります。 そこで政府においては、相談体制や専門的な医療機関を紹介できる体制を整備するだけでなく、ワクチン後遺症に苦しまれている方、お一人お一人が必要な治療など、受けられる体制を構築することが必要になるのではないでしょうか。ワクチン後遺症に対する医療を提供できる機関にしっかりとつなぐための体制を整備することについて、厚生労働大臣の決意を伺います加藤厚労働大臣。新型コロナワクチン接種後のせいに 声援する状況、まあ、いわゆる後遺症故障について、ワクチンとの因果関係の有無にかかわらず、このような症状に悩ま,れている悩まされている方に寄り添い、対応していくことが重要であります。国としても都道府県に対して相談窓口の設置や診療体制の確保などを要,望し要請し、希望する方が地域において必要な医療機関を受診できるよう、 引き続き取り組んでいきたいと考えておりますまた新型コロナワクチンの接種後に宣言する症状に関し実態の把握や病態の解明治療法に関する知見の収集に関する契約研究これについても着実に進めていく考えでありますこうした研究の成果を踏まえ国民の皆さんに対し さまざまな媒体について分かりやすく丁寧に情報を発信するとともに、先ほど申し上げたより一層の体制の整備に取り組んでいきたいと考えております川田平君、はい、時間ですので終わりますが、あの本当に今後ともです、ね、文科省の方にも今日来ていただきました、ワクチン接種に関連した死亡事に関する国による全数調査など、しっかりと国としてです、ね、引き続き、しっかり行っていただきたいと申し上げて、私の質問を終わります。 松君。